礼します、はい、お願いします。捕まえ立ちとかどうですか？捕まえ立ちもできます。大丈夫ですか？うん、はい、うん、新生児の頃って本当にずっと不安で毎日結構泣いて過ごしてたんですよ、うん、もう一個一個がこれで大丈夫なのかなとか、初めてのことばっかりでした。注射の時初めて打った時反応が出ちゃってどうしていいかも分からなくて泣き止まないし、子育てに参加できてないことに対しては本当は申し訳ないなっていう気持ちでしかないんですけど、誕生日が来た時に一番に思ったのは、あ、1年まともに寝なかったなって思いました。自己犠牲というか本当に自分のことよりもまず子供のこと、ウニも2種類あるんですね。それももう子供ができてからは安い方ばっか頼んでるんですけど、感謝してますね、すごく。ありがとうございました。うん、いい子だったね、さっちゃん。なにこれ、本当の幸せっていうものを初めて知りました。おめでとう。